奈良市の駅は、千葉県船橋市奈良市の第4丁目にある、神京成電鉄神京成線の駅である。駅番号は、SL20。空挺艦駅名は、奈良市の原から来ている。その由来については、明治天皇閲覧の演習の際にある兵を褒めて、見習いしの、といった、説、演習の葬式を取った、篠原国本の式ぶりを褒めて、奈良へ、篠原といった、説、 平坦な地イコール、奈良下野という説等がある。薬園大公園内には、奈良市の発祥の史跡として、明治天皇中筆のところの石踏みが建てられている。他にも第一空挺団内には、明治天皇にゆかりのある大間見所という古い洋館が残されている。奈良市の市と船橋市東部にある奈良市野という地名が混同されることがあるが、奈良市野とは本来、 現在の船橋市、奈良市,の市、八千代市にまたがる広い地域の広域地名である。その地名は奈良市の薔に由来しているが、その後、周辺にあった駐屯地や関連施設などの広い地域を総称して奈良市のと呼ぶようになった。つまり、北は高根木戸駅周辺から陸上自衛隊奈良市の演習場を含め南は奈良市の市立奈良市の高等学校の付近までは、 かつての、奈良市の源内であり、いわゆる、奈良市の地域に属していることになる。ちなみに、奈良市の,の中心は、大久保の騎兵連隊と薬園台の騎兵学校、明治天皇中室のところの石踏みが立つ、奈良市の源周辺の地域と、一般的に認識されている。戦前には、現在の奈良市の駅付近に、東部軍管区教育隊が設置されていたことでも、知られる。なお、 奈良市の,市の市役所もより駅は京成津田沼駅、市の中心駅は津田沼駅とされている。駅ホーム相対式ホーム2面2線の地上駅である。両ホームは古戦橋で結ばれている。駅舎は鉄骨構造。自動改札機は4台ある。遠隔監視カメラや管理駅と通話できるインターホンを備え、無人駅として運用できる構造。十二時から七時は、 無人駅として運用され、窓口業務は休止する。校内数箇所に設置されたインターホンで、新津田沼駅と通話ができる。2019年度の1日の平均乗降人員は13,283人であり、神経性線内では第15位である。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。千葉日本大学第一中学校、高等学校千葉。 県立薬園大高等学校駅南側には国道296号が走り、隣駅の北奈良市の駅までは約900メートル、薬園台駅までは約800メートルである。ありがとうございます。